やってきました。掛川名産街、おいしい、うれしい、立ち寄りどころということでね、やってきましたけど、こちらどこにあるかと言いますとね、静岡県掛川市倉見新東名高速道路下り掛川パーキングエリアの中にあります。ほら、すごくおいしいよ。掛川ジャストット掛川産ジャージー牛乳のソフトクリームなんてありますからね。これはね、後で絶対食べます。掛川のね、おいしい、うれしいっていうのがね、いろいろあるみたいなんでね、いろいろ見ていきたいと思います。はい、まずはこちらサングラス1650円であるよ。ほらほら、見て見て、これ絶対掛川さんじゃないよね。真剣にやります。まずはこちらね、掛川深蒸し茶製造元のね、大井製茶さんからね、ほらほら、たっぷりお得サイズのね、お茶、なんとたっぷり 500g 1080円。掛川の定番お土産、深蒸し掛川茶、リピーター続出、東海道のお茶缶付きだって 360g。 ほらほら、これこれこれ、懐かしくないこのお茶缶ね。え、昔よく見たよね、うちで。はい、こんな感じ。これもね、1080円で売ってますからね。こちらも掛川深蒸し茶大塚製茶さんのね、お茶がいっぱい種類いろいろ売ってます。あ、なにこれ、かわいいじゃん。これ静岡茶手まり缶だって 50g でね、756円。これめちゃくちゃかわいくない？これわかるかな。あとね、大塚の抹茶だって。抹茶って粉茶ってことかな、抹茶粉末ってこと。小さい缶でね、 40g 入り1080円。こういうね、缶に入ったのとかね、いいよね、お土産に。これこれ、手まり缶2本入りでね、2052。これサンプルだって。サンプルじゃないのはね、これこういうもうね、ラッピングしてあるやつね、ありますからね。これお土産に最高に。あとすごいのあるよ、これ金の袋でね、静岡県知事賞受賞記念茶あって。へえ、これきっと高級なんだね。 50g で1080円だって。いろいろあるね。おお、すごいじゃんこれ。やばい、これ深蒸し掛川茶富士山ゴールド夏目缶入りだって。なんかこれも高級そうだね。これも 50g 1080円。なんかいいよね、こういうの。はい、あとはね、ほらほら、ティーバッグのルイボスティー100本入り1296円とかね、あるよ。なかなかいろいろあります。他にはね、タマルヤのわさび漬けとかあるけどね。このタマルヤって、これはね、掛川じゃないね、駿河区下川原静岡市の商品です。だからね、ちょっと軽くスルーしときます、すいません。あ、でもね、たまるやってね、相当わさびで有名なんだね。いっぱいあるよ、商品が。わさびふりかけとかね。何これ、ハンバーグとかね、バーベキューの肉とかにね、振ってかけて食べるとね、美味しいやつが。お、わさびの塩だれとかね、わさびドレッシング売ってます。なかなか掛川さんがないぞ。静岡茶漬けとかね、あるね。何これ、わさび商品が多いね。わさびかまぼこだって。ちょっと気になるな、これ食べたくなっちゃうな。あ、これは、こちらはね、掛川さんかと思ったら岩田さんでした。静岡遠州コメロン漬け、まあ割と有名だよね、コメロン漬けはね。この辺でもコメロンのね、醤油漬けだって。1袋594円。静岡県名産の静岡おでんが売ってます。黒はんぺんとかね、牛すじとか入ってるみたい。何これ、静岡産うなぎ塩のね、うなぎはんぺんとかね、売って
ってるね。いろいろあるんだね今。はい、当然ね黒はんぺんも売ってます。864円。またあったよ、お茶コーナー。牧之原さんの深蒸し茶とかね、静岡茶、いろいろあるね。浜松餃子の家康餃子ね、野菜たっぷり、これ20個入りで1242円。はい、ありました。うみゃー富士宮焼きそば B 級グルメグランプリということでね、富士宮焼きそばね、冷凍で3食で1620円だって。お、これはね生しらすのお気づけだって。へー、これね972円。あ、これか、こないだ食べたの。こないだね、どこだったかな、どっかで食べたんですよ、しらす。覚えてないな、店忘れちゃったけど、なんか茶色いしらすだったなと思ったら、なんだろうこれと思ったらね、これだね、食べたの。生しらすのね、お気づけだ。これ初めて食べたな、どこだっけ、お店忘れちゃったけど、ちょっとね、独特の味がしてね、これか、初めて知ったな。はい、今度はね、クラウンメロンコーナーみたいなね。クラウンメロンはね、ウクロイの名産、静岡クラウンメロンチョコサンドだって。へえ、クラウンメロンのね、なんかクリームかなんかが挟んであるんだねこれ。何これ、クラウンメロンタルトだって。へえ、全然知らないな、こんなのあったなんて。あれ、まだある、クラウンメロンポップコーン。静岡クラウンメロンキャラメルポップコーンだってこれ。へえ、これ 80g で580円だって。知らない商品がいっぱいあるな。これクラウンメロンクリーム大福ってちょっとうまそうだしね。いや、こんなご当地グルメがねあるなんてね、知らないでしょみんな。クラウンメロンの包み焼きだって9個入りで1080円ね。ほら、まだあるよこれ。クラウンメロンボーロだって。いろいろあるね。はい、やってきました、うなぎパイを持って帰ろう。浜名湖名産夜のお菓子うなぎパイってね、なんで夜のお菓子って言うんだろうね。昔ね、沼津の人に、浜松の人はうなぎパイ夜ボリボリ食べてるんでしょって言われたんだよね、夜のお菓子って書いてあるから。そんなことないよね、うなぎパイもね種類があるよね。うなぎパイ VSOP ブランデー入りとかね、まあこれも結構前からあるんだけどね。うなぎパイクラッシュナッツって書いてありますけどね、小さいタイプのねうなぎパイもあるね。うなぎパイミニはね10本入りで770円。普通のねうなぎパイはね12本入りでね1058円、16本入りで1412円、24本入りで2116円ってなってます。なんかねうなぎドゥーレーっていうねお菓子もあるね。これも食べたことないな。これはね沼津さんらしいです、モンドセレクション受賞だって。はい、ありますあります、エビイカせんべい組み合わせ自由で3袋で1140円、1袋は400円、一式屋。まあどこの商品かというとね、まあ当然あれだよね、エビせんといったら愛知県蒲郡市の商品でした。なかなか掛川の商品に巡り合わないな。まあでもね、これは絶対掛川、これはね間違いないです。職人の手作り、懐かしの味、ふがし、これは掛川市でしょう。残念、浜松市中区でした。掛川の横須賀とかね、そんなイメージだったけど残念です。掛川名産街だけどね、これ静岡名産街だね。ほら、バリカツオくんって知ってますか、静岡土産バリカツオ。
焼津の商品です。静岡限定 DHA カツオパワーってね、まあバリカツオね結構有名だけどね、私はね食べたことありません。中身はねこんな感じのやつみたい。バリカツオはね使い方は無限大。サラダや餃子、パスタや鍋、豆腐の薬味、おかずの付け合わせにもだって。へー、そんなスーパーフードだったとは知らなかった。楽天チョコクッキーランキング堂々1位獲得だって。何これ、とろける生チョコクッキー、知らないな。でも堂々と1位なんだって。これはね磐田市のね玉華堂さんから出てるお菓子です。あ、小さいサイズもあるね。静岡生チョコクッキー、小さいサイズはねこれ6枚入りで520円だって。はい、こちらはね缶詰交換、いろいろあるよ。金瀬静岡おでん缶648円、清水もつカレー、静岡県産牛すじ塩の牛すじカレー、清水もつカレーのお蕎麦屋さん風豚もつのカレー煮込みだって。マグロの味噌に、マグロの水煮、ちびまる子ちゃんの砂利豆だって。はい、これ453円、丸ごと玉ねぎスープとかね、ピリ辛ごぼうのスープとかね売ってます。愛知県の商品でした。これね富士山サブレって売ってますけどね、ほら富士山サブレはね1188円。あ、これは掛川さん深蒸しセンチは使用だって。これなんて読むかわかんないね。あ、羽二重餅って言うんだ。これ10個入りでね798円。これうまそうだな。なんか八つ橋みたいな感じかな。ほらほらこんな感じ、羽二重餅ね。これ買ってってみようかな、食べたことないけど。こんな感じでねお土産になってます。製造元は沼津でございます。これうまそうだね。富士山プレミアムカスタードケーキ12個入りでね756円。いやー、いろんな商品があるからさ。天使のショコラケーキだって648円。ちょっと美味しそうだよね。富士山ベイクドクッキーだってこれは648円。富士山関連の商品も非常に多いです。お茶関係も多いけどね。静岡茶タルト700円、くす川静岡茶まんじゅう590円、静岡お茶まんじゅう648円、抹茶のリーフパイ842円。ほらほらほら、あるよあるよ。山梨県名産桔梗信玄餅、当然これはね山梨県笛吹市の製造元でございます。ご当地ハッピーターンあります。さあこの中に掛川さんはあるでしょうか。ハッピーターン、お好み焼きソース風味中四国限定。はい、こちらはもんじゃ焼き風味東京限定。はい、こちらは甘辛手羽先東海限定。でも静岡じゃないね。たこ焼きソース風味、はい、関西限定。はい、北海道チーズ味ってね、当然北海道限定だよね。瀬戸内レモン風味中四国限定。牛タン風味東北限定。これは白エビ味北陸限定だね。本わさび味、これは静岡でしょうと思ったらね信州限定です。っていう感じでね、
まあ商品がいろいろありすぎてね、もう紹介しきれません。だからね、もうね、今日はこの辺にしときます。ということでね、本日はね、うまい、嬉しい立ち寄り所、掛川麺三街さんからでした。バイバイ。